はい、お願いします。はい、バーコード、はい、ペペ、ありがとう。はい、お待たせいたしました、油淋鶏定食のお客様。はい、こちらですね。はい、こちらホイコール定食は、はい、こちらですね。ありがとうございます。こちら餃子定食は、あ、こちらですね。はい、ありがとうございます。以上でご注文でした。あ、追加大丈夫ですよ。あ、今大丈夫ですよ。はい、あ、水野さん、水野さん、三択三択、いい、もうそれいい、いい、いい、先先三、三択、三択行って、うん、吉田君四択、四択行って、いいから、そう、いいから行って、四択。あ、大丈夫ですか、また後で大丈夫ですか。はい、かしこまりました、失礼します。はい、何でしょうか。あ、あ、お皿ですね、下げますね。はい、ありがとうございます。てか店長辞めるらしい、店長ここで辞めるらしい。いや、わからん、理由は、いや、俺に聞かないわからん、理由はわかんないけど、ね、練馬、なんか練馬に移動らしいよ、練馬。うん、いや、だから理由はわからないって。いや、だから俺に聞かれてもわかんないって。うん、てか喋ってんなら、暇だったらあのダスターつけといて、弁当温めて、袋、あー、31番、あー、あと唐揚げ棒ちょうだい、これアイスコーヒー入れちゃっていい、アイスコーヒー入れちゃっていい、あー、これも入れるわ、弁当ちょうだい、唐揚げ棒、この2000円置いとくわ、あ、お釣り募金。すいません、これと、あ、すいません、あ、おでんもいいですか、あ、いいですか、おでんのこだわり焼きちくわ、おでんのふんわりはんぺん、おでんの、あ、これ、あ、これはあれだ、あ、厚揚げか、おでんの、味しみ、大根、じゃあ、おでんの、味しみ白滝。あ、以上で。あ、からしを、二つ。あ、すいません。あ、お汁多めで。あ、昆布のおにぎり。あれ、ないか。あれ、売り切れ？昆布のおにぎり。あ、すいません。あ、すいません。あ、昆布のおにぎりって売り切れですか？あ、売り切れ。あ、ここにないと思わない。あ、そう。え、これ今の納品のやつですか？あ、ここから取っちゃダメですか？あ、まだ検品してない。あ、あ、そうです。あ、検品したら、あ、買える感じですか？あ、あ、いえ、全然。あ、あ、検品してくれます。あ、すいません。すいません。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、その3段目の弁当もいいですか？ゆうと、星も買ってもらった。買ってもらった。ああ、よかった。ああ、ごめん、お父さん、ちょっと寝てたわ。ママも、星も買った。ああ、スシロー行きたいって言ってんの？すいません。すいません。あ、すいません。ちょっとあの、コピー機の使い方がわかんなくて。ちょっと使い方がわかんなくて。ごめんなさい。これあの、紙をですね、2部出したいんですけど、ごめんなさい。ちょっとわかんなくて、やり方がごめんなさい。どうやって、あ、やってくれる、あ、ありがとうございます。あ、そのボタン、あ、わかんなかった。そうだ。あ、そのボタン、あ、はい、お金は、はい、入れてます。すごい。わー、出てきた。わー、すごい。コンビニ店員さんなのにコピー機の使い方も、ありがとう、ありがとう、2部出てきた、ありがとう、ありがとうね、ありがとうね、お願いします。春巻きを3個、うん、揚げたてでね、うん、揚げたてでお願いします。うん、7分かかる、揚げるの待ちます。あら、昆布のおにぎり、あれ、ないか。あれ、売り切れ？昆布のおにぎり。あ、すいません。あ、すいません。あ、昆布のおにぎりって売り切れですか？あ、売り切れ。あ、ここにないと思わない。あ、そう。あ、これ今の、納品のやつですか？あ、ここから取っちゃダメですか？あ、まだ検品してない。あ、あ、そうです。あ、検品したら、あ、買える感じですか？あ、あ、いえ、全然。あ、あ、検品してくれます。あ、すいません。すいません。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、その3段目の弁当もいいですか？あ、どうすっか。ご飯食う、さっき。何時今？
11時半。ああ、じゃあ先に昼ご飯食うか。あ、いいよ、俺なんでも。いいよ、ゆうと食べたいやつ。ゆうとなんか食べたいの。ゆうといいよ、ゆうととママが食べたやつで、二人で話して。うん、俺なんでもいいから。うん、二人で決めな。またペッパーライス。あ、じゃあ、お願いします。はい、これお願いします。あ、いい、袋いい。あ、大丈夫、あるから。これあるから、自分力持ってきたやつあるから大丈夫、いい入るから、はい、いい自分で入れるから、いい入る、もう一枚持ってきたから、これもう一枚。はずきちゃんはさ、なんか小学校になったらなんか習い事したとか言ってる？言ってる？何？スイミング、自分からやりたいって言ってました。へえ、すごいわ、はずきちゃん、羨ましいわ。うちのゆうとはさ、なんか自分からこれがやりたいとか全く何もないからさ、なんか習い事させた方がいいよね。ね、将来のためにもね、小学校1年生からやらせた方がいいよね。そうだよね。ゆうとうるさい。お前何のそばでしたっけ？天ぷら？うわ、天ぷらそばもいいな。うわ、俺、うわ、天ぷらが良かったかな。え、エビ？一尾ちょうだい。ダメ？一尾？ダメ？あ、俺山菜そば。そう、山菜そば。もうなんか最近野菜不足だからさ、とりあえずなんか葉っぱみたいなやつなんか食べとけいいかなと思って山菜そばにしちゃったんで。うわ、天ぷらそばいいな。あ、来た。あ、ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。じゃあ、いきます。いや、山菜そばもうまそうだ。いや、天ぷらそばがあったかな。あ、いや。いきます。新宿、何くん、遠藤くん、OK、覚えた、遠藤くんね、とりあえず厨房のことは基本的に俺が教えるから、基本的に俺が教えるから、とりあえずね、食洗機を回す。じゃあもう厨房食洗機を回し続ける。で、回してる時に他のことをする。じゃあとりあえず食洗機回していくから、あ、沢井です、よろしくお願いします。8年やっても沢井です、よろしくお願いします。とりあえず食洗機、食器ぶち込んでいくから、もう汚れたままそのままぶち込んじゃっていこうって。もうすすがなくていいからね、もうすすいだら時間の留守だから。ってで、食洗機回してる時に、唐揚げとかポテトをあげる。で、唐揚げとかポテトは、この冷凍庫の下にあるから、もう手づかみで掴んで、そのままフライでぶち込んじゃって OK。もう他の人がダメって言っても、もう俺がいいって言ったら、ここはもう俺のルールだから、厨房俺がルールだから、それでいいから、もう手づかみそれで掴む。で、それでポテトと、唐揚げをフライでぶち込む、こうやって。で、ビビって食洗機になるから、また食洗機パーンって開けて、この熱い食器をね、この棚の上に乗せる、こうやって。そしてまた食洗機に、あの、食器を入れる。あ、そしてこの茶碗系、鉄板系、ご飯系、もうトリッキー。これトリッキーな食器。もうトリッキーな食器はね、水に、そのつけとく。これぶち込まない。あの、ご飯系はぶち込まない。それ以外はもう全部ぶち込んじゃっていいから、こうやって。そしてたまにこう食べ残しが来る。こう食べ残しを食べちゃっていいから。いらっしゃいませ。こちらがですね、本日から新作のフラペチーノになっております。あ、全然他のでも大丈夫です。全然ゆっくり選んでいただいて。はい。そうですね、フラペチーノは結構甘いですね。甘いのとかお好きですか？あ、お好きですか？じゃあぜひ。あ、全然大丈夫です。他のでも大丈夫です。全然。はい、ゆっくり選んでいただいて。どうした？あ、近く来た。あ、ママ、俺はポチポチ。すごい綺麗な顔です。あ、はい、エスプレッソアフォガードフラペチーノはですね、結構まあ苦味は入ってるんですけど、結構甘いですね。はい。そうですね。全然ですよ。ゆっくり選んでいただいて。はい、全然大丈夫です。はい、はい。コールドブリューコーヒーで。はい、かしこまりました。サイズはどうしますか？あ、全然ゆっくり選んでいただいて。お、また。はい、トールサイズで。え、まだやってんの、吉川さん。え、まだ生だる帰れてないの。え、いいからやって早く。土曜日忙しいんだからさ。違う、もっと強い力で、ぐっとカチってなるから。ちょっと貸しても。簡単にできるじゃん。なんでこの5分もかかんの、これに。私入ってきた時初日でできたけどね。まあいいや。とりあえずその唐揚げと生持ってって。いや、このレモンサワーもでしょ？なんで目の前にレモンサワーあるのに無視していっちゃうの？なんで言われたことしかできないの？いや、私、初日で分かったけどな。まあいいや、行って。このごぼうの唐揚げも持ってって。お待たせいたしました。え、ご用件は？なるほど。じゃあ、マイナポータルをすみません、開いていただいて。あ、そうですね。そこの下のアプリですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、まず4桁の数字を入れていただいて。
あ、4桁の数字は、最初に設定されたかと思うんですけれども、そうですね、ちょっとこちらでは控えてないのでお客様は多分控えてると思うんですけれども、そうですね、マークチョクニから決められてるものなので、マイナンバーなど、はい、ちょっとね、いろいろ数字とかパスワードとかっていろいろややこしいんですけど、そうですね、一応クニから、ちょっとすいませんね、ちょっとここでは、はい、私たちに言われましても、そうですね、ちょっと4桁の数字を入れていただかないと、すいません、ちょっと国から決められたものだ、ちょっとすいません、 ここで言われてもすいません、じゃあとりあえず、吉川さん、2階でパスワード再設定を。え、のぞみちゃん俺のこと好きなの？え、本当に？のぞみちゃん、のぞみちゃん、のぞみちゃん、なわけないだろ、からかうね。言うと足パタパタやめて、パタパタ横の人当たるから。今ね474、お父さんたちはね476だから、あと10分、もうちょっと10分。ママとママね、トイレ行った。何食べるの？言うと何食べる？卵と何？ハンバーグと何？卵ばっかり、卵ガチャガチャないよ、ここはまずしたから。あ、どうもおはようございます、いってらっしゃいね、いってらっしゃい。お出かけ、あ、お仕事、あ、そう、お仕事、あ、大学生かと思ってた、おばちゃん勝手に大学生、若い、もう若いのに頑張ってんなっておばちゃん勝手に思ってた。あ、そう、こないだ女の人と入ってくるみたい、家の中女の人と入ってきたし、あ、付き合ってた、元カノ、あ、